and Pike reporting in. All clear from here. I thought you said this politician was controversial. The less action we see today, the better. Por venir hoy, les agradezco mucho su apoyo durante este tiempo muy crítico en nuestra ciudad. Ha llegado la hora. Hey, don't worry, guys. We brought Alpha and Bravo. Something's bound to go wrong. You two ain't gonna take that. Not from Mail. I got practice ignoring him. Amp's just mad he's missing his wife's high school graduation. Why don't you come back here and say that? Another man. Seems like a waste of firepower. We're here for image, as much as protection. Yeah, but it's pretty clear we won't be shooting anything today. もうそろそろいいですかね。ということで同人生活です。今回はね、ゲストの方を呼んでるんですけれども、ちょっともうムービーが長いんで、もう自己紹介をしていただこうと思います。お願いします。はい、アロハおいでーす。わ、吹き出しそうだった。最初めっちゃ長とか思って、まあ、ロード長いですね。ロードも長いし、ね、まあこのあんまりムービーじゃない感じのところはもういいかなみたいな感じで挨拶してもらったんですけれども、今回はこの、アーミーオブツーデビルズカーテルを葵さんとね一緒にやっていきたいと思います。はい、こっちが葵さん、あ、ん、今は銃構えらんないのか。え、はい、ということで、はい、これが射撃？ああ、構えられんのか。L3。多分押し込みですね、押し込みで。ああ。これね。はい。ということで、はい。葵さんとね、はい、コラボで。案外、はい、なんかコラボしようね、みたいなこと言ってたけど、できなかったのを今、ここでやるという感じ。初ですね。初ですね。Welcome to your final test. Be aware.で、まあとりあえず結構、はい、葵さんも好き勝手にやってくださって構わないんでね、これ同人さんはやったことあるけど、うちは、初めてなんで。あ、こういうことね。そうですね、勝手に合わせてくれるんや。あ、なんかある程度合わせてくれるらしいですよ、これ。うん、サブ武器に切り替えろ。あ、リロード遅いなこれ。ということで、なんか大丈夫ですか？操作は大丈夫ですか？多分多分あ、三角で武器を変えるのね。三角で武器を変えて、ショットガンとハンドガンと、あれ、メインはどうやったっけ？メインは三角を押せば、一回押せば変わりますよ。一回ね、二回で多分ね、2回で、はい、ハンドガンになって、でもう1回押すとこっちのあれになります。
こっちのあれってよくわかんないですけど、ショットガンにならへん。ショットガンは1回押すだけです。1回、それで1回押せばショットガンになります。 OK ですか？ちょっと待ってください。おっと、葵さん、いきなりですか？1回でショットガンでしょ。はい、1回でショットガンとアサルトライフルが切り替わって、2回押すとハンドガンになります。どっからでも OK、 わかりました。で、ズームインでだっけ、ズームインでこう狙うこともできるし、普通にこうやって好き勝手に撃つこともできると。大丈夫ですか？はい、リロードが失格ね。 OK、 これでカバーパートナーを待て。こうか。あ、もう入んのか。こういうことですね。大丈夫ですか？わかります？バツですね。はい、バツで、バツでこう、マークが出てるところに移動していただいて。はい。カバーに入れ。あれ？カバー入ってない、立った。どこ？次どれ？どれ？多分これだと思います。この手前の長いやつとちっちゃいやつでバツをして、はい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 、あ、 OK ですね。よしよしよし。おお、別のカバーに入る。ナイスジョブ。You can move forward after all. Told you.結構苦戦してますね。難しい。カバーに入る。L。移動して隣のカバーを選択。葵さんのことをスナイパーライフルで見てよ。で、多分それで超えて、あれじゃないですか、あの、この。変な、これ、この、この変な板みたいなところに移動するんじゃないですか。あ、そこ、あ、ほんまや。なんべそうだよ。頑張ってください、葵さん。で、それで、あの、ま、あの、進みたい方向に押しながら、前に押しながら、バツボタンを押すと、越えられます。で、それで、それで多分 OK だと思いますよ。バツボタン。大丈夫ですか？お手はかかるわ。え、これ隠れんの？隠れんの？こっち？こっち？はいはい。あ、ちっちゃい方か。ブルワン、ショージ。こうか。カバーから。ブラインドファイヤー。ファイヤーしよう。ファイヤー。当たらんし。当たってない。こっちの方がいいのかな。あ、もうこっちの方が全然ダメだったっていう。よし、ブラインドファイヤーできてない。当たった。ブラインドファイヤー、あ、 R1 か。あ、そういうことね。なるほど。もうどんどん進んでますよ自分。え、終わりましたよ。え、近接するカバーに移動しよう。カバーに入るって言われて。パートナーを待て。じゃあこっちから撃ってよ。これあとこれですね、多分この B、 B です、 B。 隣にある B の的を。 OK。 で、あと多分グレネード投げたら OK だと思いますよ。あ、アルツ、もうそのままポイって投げてもらっておしまい。手間かかるねこれ、うち。慣れるまでやね。そうですね、慣れたら多分あとは楽だと思いますよ。はい、これ葵さん奥かな、多分葵さん B の方ですね。あ、ちなみにあの丸ボタンを押すとその場で普通にしゃがめますんで。丸ボタン、あ、ほんまや。だからカバーできなさそうなところで丸ボタンを押すと結構あの隠れられると。
オーバーキルがファイナルまで打つの。はい、なんかオーバーキルっていうのはあの画面の横の変なゲージがちょっとずつ溜まってってんの分かります？あの的打つと。あ、的ってどこ？あのそのお家のところにいっぱいいると思うんですけど、なんか僕たちのお家だよみたいな感じでこう出てきてるやつらがいると思うんですけど、そいつらを遠慮なしに殺していくとゲージがゲージが溜まっていくと。これ手伝えるんかな。あれ俺の方出なくなったぞ。難しいな。まあある程度なんかこうターゲットのことを照準が追ってくれるんで、なんとかなるんじゃない。あ、こっちから撃てないわ。葵さんが葵さんが全て撃ってくれるまで待機状態ですね今こっち。一緒にターゲットを撃て。これかこの赤いやつを一緒に撃って、あ上に今、オッケー。でL2 を押すとオーバーキルが発動するんで、はい。でこれで弾が、はい、ゲージがなくなるまで無限に撃てるんですよ。ああ。なんでもあのグレネードとか持ってたらグレネードも撃ち放題になると。グレネード、はい。なんでもうこれは無敵状態ってやつですね。あ、はい、時間限りやけど。そうですね。でも案外長いんで、まあ、要所要所で使っていくと。こうか。OKOK。よし、思い出してきた。大丈夫ですね。じゃあ行きますよ、次に。よし、思い出してきた。葵さんも思い出してきました？あ、なんだここ。ここに入ればいいのか。カバーに入るの。はい、入る。入ったよ。カバーに入って。あ、あれですね、セレクトボタンを押すと、次どこに移動したら一番いいみたいなところを、見れるんですよ。はい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 。で、それを、あれしながら進んでいくと、ダメージを受けにくいよとかそういうのがあるんで、じゃあ自分ちょっとタレット引きつけておくんで、タレットのところまで行って、人、乗ってる人を倒すっていうか、近づけば終わるんで。これ、セレクト押してんだけど、出てる？あ、別の。はい、それで死ぬ死ぬ。自分も動くんで。死ぬ。自分も動くんで、こう。こっち向いてるときに葵さんが移動していただければ多分いいんじゃないですか。あ、やばいやばいやばい。超撃たれてる。撃たれた方。多分これでそのまま突入。あ、こいつか。おい、降りろ。終わりましたよ。わからぬ。結構苦戦してますね。よし、じゃあまあここ行って。はい。 Well, looks like you made it. Here, I believe these belong to you. っていうのが5年前の話でしたよっていう。なるほどね。ことですね。で、そっから確か車さっき襲撃されたところに確か時間が戻るような戻らなかったような。はいはいはい。で、多分これ続けるを押していただければ。あ、わかりました。はい。ね、ちょっとすいません、おじいさんのファンには申し訳ないです。かなりグダグダになると思いますけどかなり足引っ張ると思いますけど。いえいえ、でもまあそれをね、いかにこう助けて進んでいけるかっていうのがきっとこのゲームの醍醐味なんで、頑張っていきましょう。かなり協力プレイですよね、これって。そうですね。なんか基本的にこう敵を乱暴みたいな感じに倒そうと思うとすぐ死ぬっていう、隠れながらうまく戦っていかないとすぐ死んでいくゲームなんで。はい、まあでも死んでも
一定時間だけだったらあのこう仲間の近くでボタンを押したら再生できるんで。ああ、うちがやってる今やってるバイオのオペレーションと一緒みたいな感じ。そうですね。でもまあこっちはあのいきなりグデって死ぬんじゃなくてこうハンドガン打ちながらこう逃げ回れるんで、はい、それでその間に助けてもらうみたいな、はいはいはい、実際そうなったら多分わかると思うんで、はい、多分肩なると思いますじゃあその時は助けに行くんで、はい、permission to engage. Don't need permission to engage. Just engage. I like this kid. Let's keep it quiet. We got this. Permission to engage. This is our first mission with TWO. What the hell's wrong with you? Nothing, man. I'm just trying to loosen you up. もう完全に樽の隙間から見てただけっていうやられてしまったということでここから4人で行動していきます。はい、リーダーよね。リーダーですか。リーダーっていうか4人。なんかあのリオスとセーレムっているじゃないですか。あの今正面を切って走ってってる、あの二人が自分たちのこの入ってる会社、あの傭兵会社を立ち上げた人たちみたいな感じなんで、まあいわば社長みたいな人たちですよね。はい。っていうどうでもいい話を。じゃあちょっと倒しちゃおうかな。慣れてるから。一緒。なんか撃た。Eyes open for a girl, Mexican bottle blonde. You see anything else? You shoot it. Roger. あ、これ武器によって移動速度変わるんだな。Check those stables. We'll meet you on the other side. 大丈夫ですか？大丈夫ですか？カバー出るのどうする？カバーは後ろに下がれば、こうカバー入ってるじゃないですか。で後ろの方に移動すると外れます。あ、なるほど。やっとだ。後ろのスティックあで敵がこうやって武器落とすんで、そっちの方がいいなって思ったらそれを。ああ取って使っていく感じで、あこれはあれね持ち上げる四角ボタン長押しでそのコマンドを発動できるっていうか、まあこういうことですよね。はいはいはい、よしじゃあ行きましょう。まあもう敵見つけたらもう殺していく感じで、はい、はい、もう基本的に全員殺戮という感じでやっていきましょう。殺戮プレイですよ。殺戮プレイ。なんで走ってんねん。あ、やばい、車。あ、でもなんか葵さんの近くにいた方がいい気がする。はい。あ、外した。敵だ。あ、グレネード来た。グレネード来た。逃げろ。やばいやばい、撃たれてる。ここや敵。多分結構あれじゃないですか。前進して、あ、出てきた。結構前進して大丈夫だと思いますよ。どこだ。グレネード。ドリアン。これドリアンなんですかね。ジャックフルーツかもしれないですよこれ。まさかのジャックフルーツの可能性も。そこに阿部さん大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。あ、やばいやばいやばい、ちょっと、あ、敵いるし、危なかった、死ぬとこだった。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。お久しぶりです。あれなんかコンピューター強いですね。いたやばいやばいやばい。案外いるな。ああまさかの。
え、故障。まさかのこういう。あ、ちょっと葵さんの方。あ、まさかのダブルでやられるっていう。よし、じゃあチェックポイントから再開しますよ。はい。いきなりやっちまいましたね。すいません。まあでも自分も死んでたんで、もうちょっと突っ込みすぎましたね、うん、ちょっとお互いにこうカバーし合う感じでいきましょう。はい。まああれですよ、視聴者さんにはこう、はい、このゲームはこういう風に一人で、あの、俺だけが進めばいいんだみたいな感じで突っ込むと死んじゃうっていうのをね、ちょっとデモンストレーションしたかったんで、はい、はい、この扉開けるところからやり直しですけど。じゃあお願いします、葵さん。どうせ、あ、間違えた、あそこね。はい、ここです。隠れてた、隠れてた。どっちだ。はい、でこれを開けてしょ、よいしょ、はい、はい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 。でここにもういるんで、まずここら辺の手前の敵を、手前の敵をこう倒していっちゃう、倒していきましょう。はい、リロードリロード。じゃあ自分この井戸のあたりにいるんで、はい、こっちの方向線で。よし、 OK。 あ、ちなみにこれあの、はい、やっぱり弾薬とかなくなるのね。なくなるんで落ちてたりとかするんですよ。そういうの拾ってって、はい、やんないと最終的にハンドガンで戦う羽目になるんで気をつけてください。結構弾切れるな。いたいたいた。あ、これあれね。あー、グレネード来てますよ。うわあ、痛い痛い。とりあえず敵の裏をかきながら移動したりとかすると結構あのダメージ食らわないで。おーっと、なんだこれ、はい、使いました。なんかオーバーキルが、オーバーキルが発動してるんですけど、なんか分からへんけど押しちゃったかも。でもこれやってる間は弾無限になるんで、あと弾速がすごい速くなるんで、あのピンチの時に使うと結構起死回生になるかなっていうシステム。なるほど、それを使ってしまったわけですね。はい、でこれを2人同時に使うとさらにすごい、なんかあの時間も長いし攻撃力も高い、その、はい、なんでしたっけ、このなんかもう強いよモードが発動する。あ、やばいやばいやばい、あ、後ろにもいたか。とりあえず近くにいる敵は全員殺しておくんで、はい、あのこっちへ来ていただけると。はーい、よし。あ、やばい、死ぬ死ぬ。あ、大丈夫だったっていう。敵を全員倒したらなんか復活しましたね。よかったよかった。Look at this, Rios. He thinks he's in command. He got a better idea. Alpha's right. You two go that way. Sam and I'll take the gate. Copy that.いやー、よかった。同時やった。あ、葵さん申し訳なかったです。いやいやいや、これを、弾ってどれだ。あ、これね、グレネード。グレネードとか、あの、変な、なんて言うんでしょうね、銃弾が入ってるポーチみたいなのが、可愛い女の子が持ち歩くような銃弾入ったポーチが落ちてるんで、それを拾うと、はい。それで弾が入るのね。はい。何発入るのかはちょっと分かんないんですけど、あの、ある程度こう、敵の死体の上を歩いていくと銃弾が手に入っていくかなっていうスタイルで、はい、そういうスタイルで、スタイルで、またここでねドアを持ち上げてもらわないといけないんで、はい、ご協力のほどよろしくお願いします。はい、いきます。あ、もう敵や、めっちゃ敵いるな。やばい、グレネード、死んで。実は自分の銃これグレネードついてるんですよ、こうやって撃てるっていう。面白い。もうね、あの歴戦の兵士なんで、そういう装備も持ってるよというねアピールをしたかっただけですけど、はい。
なるほど、よしよし。あ、ここ結構簡単ですね、今もう敵おらん。そうです。あ、まだ結構いますね、奥の方から来てますよ。OK、 これは俺が撃った方がいいかな。よし、おなんか自分から見える方に結構来るな、敵が。よし、多分全部倒しましたね。はい、行きましょう。弾をもらわないと。弾をもらわないと。あれ、でもこれあんまり弾回復しませんね、この落ちてるポーチ。うん。120発ぐらい持ってたのを、ポーチ3つぐらい拾って170になった程度ですからね。これ、武器を拾うのは。四角を確か長押しです。ああ。長押しすると落ちてるのに。切り替えられると、はい、大丈夫ですか。はい、いきますか。グレネードで、どうします。今多分27分6分ぐらいだと思うんですけど。あ、じゃあ1回切りますか。で、確かね、このゲートを越えたところで1回リザルトが入るんですよ。あの小チャプターの中のなんていうんですか、マリオでいう1の1が終わったよみたいな。そういうのが入るんで、はい、それをやって、はい、終わりますか。今回は終わりにしましょうか。はい、わかりました。よし、上げてもらっていくぜ。で、確かここでね入るんですよ。こうちょっと前に進むと次のエリアに進めっつって入るよね。一時待機って出た。一時待機って出てますね。多分入ると思うんですけど、入らない？あ、入った入った。危ねえ、入らないかと思った。あ、ちょっと軽くレベルから軽くやって、次へ。お金結構入りましたね。1000ドルほどもらってますよ。なんか買えるんじゃないですかね。死亡回数1 死亡回数。あれ、俺死な、あ、死んでないか。ギリギリ死んでないのか。で、オンラインのランキングはどうでもいいとして、じゃあ、はい。ここら辺で、今回はちょっと終わりにしておきますか。はい、わかりました。はい、ということで、これからね、はい、葵さんとアンミオブ2の方をね、不定期になるんですかね、多分。そう、ですね。まだちょっとね、わからないですけど、まあ、定期的に、私の方ではね、まあ、毎週3回、1日飛ばしでって形になるかもしれませんけど、まあ、これはね、なんとも言えないんで。はい。ということなんで、はい、まあね、現在伝えられるのは多分不定期かもしれないっていう情報だけなんで、はい。はい。どうぞ次回もお楽しみにお待ちください。はい。はい、ということで、ここら辺で今回終わりにしておきたいと思います。はい、それでは続きはまた次回。またな！ハロー。